さんこんにちは、ノンポイント9ラインドラムの市川です。今日はですね、地元宇都宮で行われるレーシング界のですねイベントに参加したいというふうに思います。はい、今回はバンドの演奏はないんですけれども、単純にですねイベントを楽しみたいなというふうに思いますので、ぜひお楽しみください。聞いてますかね。ああ、はい、じゃあ私が切り込み隊長でいきます。はい、おはようございます。買い物がてら寄らせてもらってます。モツ煮作りのプロがうちで家を建ててくれました。になる直前だったりする。よし。もうちょっとね。しょっぱいっつってるから。今日かなりの台数が来てるので、ぐるっとちょっと回ってみたいな。まずは、こんな感じでね。かなり有名な車も、今日は。
ブラッド来てます、来てます。てか今日は暑いよね。結構暑い。すごい。いつもおなじみの。あ、X ジャパンの吉木さん。今日来た。お世話になってる柴田社長と渡辺さん、電飾のお世話になりました。今日バリバリかっこいい撮影してくれたね、ドライバーさん。監督、監督、総監督。今日は池田さんのところはウィングが大型で、まあ、1台あと4トンとガスト。すごいです。かっこいいトラックがいっぱいあるからかなり刺激になります。自分のトラックもいろいろとエッセンス入れられたら言いたいなと思います。以上です。なんか少ないの楽しい。これじゃキャベツ食べちゃう。キャベツ食べちゃう。全部それキャベツ、キャベツ、キャベツ食べちゃう。今日はですね、日頃仕事でお世話になっているですね、小山の木そば郷の吉田さんがですね、大人気の小山の木そば、それとサーカス号2台でこのイベントをですね、食の部分で盛り上げてくれると思います。ぜひ皆さんも一度ですね、小山に来られた時はですね、召し上がっていただければと思います。じゃあそれではですね、ちょっと軍団でですね、そばを注文したいと思います。イエーイ。天そばの人、天そばの人、1、2、3、じゃあ天そば4つお願いします。 U 字工事が、これぐらいこの赤みがある方が刺激的で美味しいですよね。基本辛いのも好き。ただココイチは4辛で結構辛いです。キノコはずっと違う。うまっ、うまっ、このやっぱ だしスープがいいんですよね。どうだ、あの新しいうちの住み心地だと十分十分十分ですよ。だ室内だけ綺麗にしといてもらう。どうですか、こっち向いてください。運転手さん恥ずかしい。すごい、中すごい綺麗。あかりちゃんこっち見て、こっち見て。あ、そう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 、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね、いいよ、いいよ、あれ今5歳でした。お知り合いのお子様、トラック運転席に乗ってもらって思い出にしてもらいたい。よし、行こっか。ありがとうございます。もう全然、全然いいですよ、全然いいですよ。どう？エンジンとかかけてみる？マジで？どう？すごい、すごい。よし。よし。お兄ちゃんさすが。おー、かっこいい。トラック大好き。いいね。空気が止まってます。
つながった方で、昔一回お子さんと一緒に乗ってもらって、で今日イベントに来ていただいて、いやでも本当になんかこのトラックで役立つといいなと。はい、夜も更けてきましたが、最後にこのバスですね、このきらびやかにバスの内装、ここもちょっと中入らせてもらって、ヒデさんにいろいろと説明していただきたいなと思います。あの渡辺敦の建物担保みたいな。ごめんください、どうぞ。うわ、立派な入り口ですねこれ。これはヒデさん、どこをカスタマイズされたんですか。形はまんまですけど、ええ、張り替え、はい、はい、すごい、全部やり替えて、このとってもこれに合わせて、で会長がいますと座りながら、はいはい、やらないわけにはいかない。うわすごい、これも全部手作りです。すごい、これこの間のあれですもんね、茨城の時にはね、ありましたね、ダッシュボードはまだなかった、はいはいはい、茨城今やってなかったんですね。すごい。ガチャンです。ダッシュボード。ああ、こちらですね。これもこのツートンに合わせて。素晴らしい。ステッチでね。これはミシンです。ああ。このステッチはミシンですね。ミシンで。はい、ああ。早速ちょっと中に登っていいんじゃないかな。いいですか。ご覧ください。運転席はあのダッシュボードも全てカスタマイズ。そしてこちらですね。でまずこの床もそうですよね。そうです。大理石調合は階段のこの間接照明も、はい、ああ、お色が変わってますね。新しく作りました。すごい。こちらもすごいです、これ冷蔵庫とかですかね。あとこちらもちょっとギミックが使われてますね、ケース、ショーケース。すべてこちらも大理石調のものでされている、すごい。でこちらの天井も同じように、天井は張り替えと、張り替え、あとはここが蛍光管で光るようになってたので、それを全部 LED に変えました。すごい。なんで一列全部きれいに光るように前から後ろから通して。素晴らしい。でシャンデリアが一つ大きいのを、はい、増やしたいということだったので、はい、もともと3つだったのを全てちょっとずつ前にずらして、はい、一番後ろに大きいやつを新しく入れました。で最後にあちらですかね、ボタン締めパネル、ボタン締めのパネルで、イサムのマークのロゴ、あちらもですね、光る、すごい。あとは最終的にこの寝息を立てるあの置物も作りました。こちらはい、こちらも作りました。大きい、すごい、相当お金かって本物みたいですよね。そうですか。あとは最終的に椅子まで行くような、あとこれか、テレビもこちらのテレビもボックス状になっていたのを撤去して、うん、映画ラインにつながるようにこれを新規でつけたのと、 あとは外したんでステーを作って、はいはい、で吊り下げのテレビで向きも変えられるようにすごいですね。でサイズ的にもう一回り大きいのでも入るように作りました。
だね、全部これね 100% 完成じゃなくて、まだまだこれから時間をかけてどん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 カスタマイズされていって、最終的な仕上がりは5年後ぐらいかなというふうに思います。ほらほら、すいません、ほら、そんなにかかるか、はい、以上です。ようやくですね、大都市の池田さんのトラック、ちょっとぐるっと見てみますか。帰りもですね、高校の後輩のコンビニに寄らせてもらって少し飲み物を買わせてもらいました。まあ、ぜひですね、皆さんもお近くを通った際にはですね、こちらをご利用していただければと思います。上の川のですね、結城が丘店です。大型トラックもたくさん止められますので、まあ、ドライバーの方ぜひご利用していただければと思います。よろしくお願いします。はい、今帰りの西方パーキングエリアにですね、ずらりと並びます。楽しい時間はあっという間でですね、もう夜も更けてまいりましたので、帰ってまた明日から仕事を頑張りたいというふうに思います。多分今年はですね、こういう大きなイベントっていうのはこれで自分は最後かなというふうに思いますので、また。あ、年末行くかもしれませんが、もしその時お会いできたらですね、お声をいただければというふうに思います。今日はですね、動画的にはですね、これだけが結構あって、
楽しい内容も入ってたかなというふうに思いますので、また池田健在の皆さんとですね、楽しいイベントを参加していきたいなというふうに思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。